こういうこと。なるほどね。これができる。これやるとマジで収録かなって思われる。はい、ほら。ああ。どうやって。うん、でもガチ本気モードに入るとさ、うん、多分さその映像のさ下にさこのワイプが入ってもできるそういうねスタイル取れますからね、うん、ちょっともうちょっと頑張るかこうか俺もの方がいいじゃねえかでもさお前さ乳首もつけてるからさ乳首がおろしかったんとさイエイを目指していきましょう。おーい。行きましょう。ね。だからこの撮影の仕方って結構テクニックが難しいんだよね。時には向きを変えることも大事だし、なんせ前に突っ張ってるからね。なんかこういうなんかインスタチックなことができる。まあなんか軽いね、周り飛んでるドローンみたいな動きができちゃったりするからね。楽っちゃ楽、面白いっちゃ面白い。映像的にはでなんか疲れたらまあこうやってやれば普通に手持ちにもらえるっていう、うん、システムなんですよ。はい、お疲れ様でした。はい、どないしやしたって聞こえた。どないしたんだろうと思ってどないしたんだよ。どないしたんか。ここにいい橋があった気がする。あった。いいぞ。いいぞ、これ。アングルどうだ。こっちのエブリオの方がやっぱ遠くはすごい綺麗に捉えるな。よしよ、じゃあこの目の前に立つんだ、乳首男め。こっちをキープしたまんま。はい、もう一回。よいしょ。さあ星野、橋に駆け上がってこい。真ん中ぐらいに立ってこっちに向かってもたれろ。なかなかいいトップガチックなことできそうだけどね。オッケー。セルカ棒なかなか便利だわ。便利。うん、意外と便利だわこれ。使ってみると使ってみるもんだな。よし。お前にこれ渡す必要は全くねえんだよな。ね、こちら返そう。使いたい。あっちを使いたい。ビッグ使いたい。どっちも入ってるから大丈夫です。SD は。うん。フラッシュが出た。珍しい。駆け上がってくる。え、ちょっとしたズームとガチのズーム頼むわ。 OK。 高いね。結構高いよ。
ゴンドラ捕まえた。おい。なんとか。パス。よいしょ。こんなもんすけどいいですかね。例に合わせて確認作業ね。あ、いいんじゃね。こんなもんじゃね。遠いかなと思ったから一回だったけど。あ、いいんじゃね。うん、さて、では次に行くか。なんかこのセルカボンにシマウマ取れちゃったから、なんか巻こうかな、革のなんかレーザーかなんか接着剤くっつけて。軽めのやつ。うん。冷たいんだけど、持ち手が。これからいいんじゃないですか。え？今はちょっとあれかもしんない。うん。あと滑んだよ、ちょっと。あ、それはきつい。ずっと握ってるとね、汗で滑ってくんだよ、手汗っていうか。じゃあ夏じゃきついか。意外と夏じゃきつい。ヒヤッとするのはきつい。うん。え？別に何もしてないじゃん、せっかちじゃないかな。お、いいぞ、なんか意味なく通るっていう。耳なんて気にすんな。もうちょっと川が結構綺麗に流れていればな。うん、京町チックな感じね。何トントンだ。あ、ここ別にどっちもいいんじゃね。あ、通る。一応ここだったら割といい感じ。一応じゃあ真ん中に立つか、うん、こうか。割といい。あ、結構ね、意外と。じゃああの後ろのホテルが意外といい味がしてたから、老舗チックな。ちょっと待って、これ斜めかな。斜めはいいかも。うん、オッケーオッケー。ついにあそこに座っとけば。案外微妙だった。ここはまずい。うん。こっちはいいよ。え？走るのがいいと思う。ここはいいけど、あそこ思ったよりもなんか背景がパッとしなかった。よし、こっち、どっち、あっちが分かりやすい。エジガンガイって書いてくれてた。もういいな、あれだね、あのあれが。上閉まるやつだね、あの車は。理想系欲しいとは思わないんだよな。うん、借りれんなら。よし、行きますか。そうな、一回ちょっとこっち。